とことんやりこむのなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー周回したいと思います。とりあえず、10周を目指してやっていきたいと思います。さあどんな装備が出てくるのでしょうか。イベント装備頼みます。はい、絶叫はなんかね最近出やすいのよね。でも絶叫いらないのよ。これ影化しても確か3秒間ぐらいなのでほぼ使えないと思うんだよな。でもネバネバ、いやネバネバはもうすでに最強を持ってるか。あ、でも黄金はいい感じかも。どう？下にリフレッシュ、マルチショットがある。どうだ？あー、ダメ。ダイナモ1はいりません。次に行きます。2発目。あ、ピンクが出たね。うん。できればシュガーラッシュの方が、かっこいいんだけどね。まあ、いいでしょう。手持ち花火。うん。まあ、踊り子と同じ性能なのでいりません。グリーンメナスは、はい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 。まあまあだね。ピンク。下はぼちぼち、上だな、問題は。ダメ！成長じゃない！やっぱりタワーじゃなくって、古代狩りで探すかな。それもありだよね。でも263の方が強いんだよな。まあいいや。次行きます。どうだ？お、ウィザーか。あ、でもウィザーはね、もう完成形あるから別にいらないけども、まあ、違うパターンも欲しいかな。霊気いらない。フレイルダメ。破滅も、使えるけどもそんなに強くない。はい。もうちょっといきます。はい。おっと、かっこいい剣が出た。でも性能はどうだろうね。フレイルダメ。どう？爆発はいらない。爆発ダメ。生きたツタももういいやつを持ってるね。防護1。ダメですね。調子悪いな。あと2回ぐらいやりましょう。はーい。あ、これはもうダメだ。これはダメ。あ、良質はね、うん。固定放題で良さそうだけども、エンチャが結構厳しいよ。どう？爆発。最近さ、爆発って出ない？やたら爆発出るんだけどさ。これは気のせいじゃないはずよ。爆発がやたら出る。いやー、勘弁してくださいよ、本当に。では、あと一回。今日は頑張りましょう。行くぞ。はい。お、空腹の恐怖。空腹の、え、ちょっと待って。空腹の恐怖って、反逆者か。え、待って。大釜のアーマーも反逆者じゃなかったっけ？え、被ってる性能。まあいいけど。でも空腹の恐怖はね、この前、ギフト会で欲しがる人がいて、意外だなと思ったんだけども。まあ確かにかっこいいもんね。空腹の恐怖は。かっこいい。どうだ？下はね、まあまあ、妥協点の雪玉ぐらい。どう？雷フォーカスはいらねえな。いらない。で、絶叫。やたら最近出る絶叫。爆発とか、あ、いや、爆発は下についてる。なんだ？リフレッシュ1はいらない。今日微妙だったね。はい。では、また頑張っていきましょう。それでは、今日も頑張りたいと思います。ハンマーはいらない。ハンマーはね、そこそこかなと思ったんだけど、やっぱりね、タワーで使ってみて思った。微妙な武器だわ。怒りの回だね、本当に。いりません。まあ、いいやつをもうすでに持ってるからね、いいんだけども。フロストアーマーも微妙でしょう。
いらないかな。で、気づいたけどさ、もう263以外出なくなったよね。なんか255とか、なんか微妙なやつが出てたでしょ。あれもう出なくなったよね。変わったんだろうな。はい、引き続きやっていきます。はい、ダメだなこれは。スポンジはね、もう本当に弱くなったよね。これ使えるのっていうレベルだよな。通常が22万で、最後の一発が54万ぐらいのダメージってことでしょ。で、なんかカウンターのダメージもほぼないんだよね。使うとしたなら重力、攻撃速度速いから輝きの方がいいのかな。重力、輝き、クリティカル、雷とか追い打ちとかかな。いやー、でも、とてもじゃないけど使えないと思うんだよね。こだま。ショックウェーブいらない。ハイランドも全然ダメです。はい、もうちょっと、いきます。次は、このハンマーか。これか。まあまあ、これの強いやつは持ってないから、まあ、コレクションとして持っててもいいかな。ビーハイブはもちろんいらない。下には、まあまあ、クリティカルぐらいか。リフレッシュつけ。黄金にリフレッシュ。爆発来るなよ。あ、今日も一、あり。虚無1だったら、ありだね。虚無、リフレッシュ、クリティカルの雷とかでいいか。こっちもいらないしね。まあまあ、使えなくはないから、キープですね。はい。もうちょっとやりましょう。どうだ、骨。骨のコンボ。あ、骨のコンボじゃない。ボーンの方だ。金メッキはいらない。狩人もいらない。虚無1。使える。使えるけども、やっぱり見た目としては3の方がかっこいいんだよな。し、骨コンボのね、いいやつ持ってるので、まあ、いいか。あと2回行きましょう。あと2回。頑張ります。ラスト2回。うわ、最悪。全然良くない。いらないよ。で、火炎フォーカスだしね。火炎フォーカスつきがち。フレイルに衝撃波か。違うでしょう。蝶は。なんだ。ボーナスショットが元入ってて、いや、連鎖、いやー、よくないでしょ。よくないよ。そうね、ボーナスショットで無限ダイナモを入れていくっていう方法もあるけど、いやー、実際あれ使えるところがあんまないのよね。はい、では、ラストいきます。ラスト、おお、おお、来た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 。まあまあ、黄金次第だけどね。スイフトは、これね。で、監修3、いいよ。大釜。いいね、大釜いいよ。タンブル B はついてる。で、火炎フォーカス、毒フォーカス、ソウルフォーカスがある。いや、これ、雷のフォーカスがつきそうな気がするな。頼むよ、頼むよ、大川。ああ !1 か !1 か !3 でやってくれ。いやー、1は5秒だ。惜しいな。いやー、これは惜しい。この黄金のエンチャのパワーを上げる商人出してください。これは惜しかった。いやー、残念ですね。はい。ということで、
今日と昨日と合わせて十何周かしましたかね。惜しい。大釜はすごく欲しかったんだけどな。はい、まあまたね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。